もしかしたら一生に1回かもしれないじゃないかと思ったんですよ。わっしょいわっしょいわーしょいってやる。オ<ウ>はい、えー、今日のバドミントン系統をしたんですけども、えー、ドラゴン桜2の2話に、えー、日体大の女子バドミントン部が、えー、出てましたっていう、た、まあ、気づいてる人は気づいてるんですけど、びっくりした。ででこれなんで知っっててるかっていうと <laughs>、ね たまたま「ドラゴン桜2」は僕も見てましてで録画した2を見ていたらねあのー、こうボーっとあバドミントンすんのかまあどうせまだなんか本当に適当な素人かなと思ったんですけど見てたらあれなんか孤立し見覚えがあるぞと思ってちょっと一回巻き戻してもう一回顔見たら。 たまたま知り合いが出ていて、そうそう,そう、たまたま日体大の、えー、まず、まあ、知り合いが出ていて、あってことだと思って、ナレーションの方を見たら、やっぱりその、まあ、日体大バドミントン部って今書いてありまして、なるほどねって思ったんですけど、はい。まあこれね、まあ、日体大バドミントン部が、ま、ドラマにね、出るっていうことは面白いんじゃないかなと思うんですけど、でもね、 まあちょっと一、まあ、つだけ言わせてもらうとしたら「せめて選手名出してあげろよ」ナレーションで。え確か出てなかったよね多分選手名って。あの日体大バドミントン部とかじゃねえ日本体育大学とかそういう大学名とかまでは出てましたけどあの選手の個人名って出てなかった 記憶があるんですよなんで、せめてそこは個人名出してあげろよ。せっかくの記念、もしかしたら一生に一回かもしれないじゃないかと思ったんですよ。はい。ねえ、こ、え、ん、ー、な感じなんでね。<laughs> まあ僕だったらね、えー、ドラマにね、名前でたらもう、わっしょい、わっしょい、わーしょいって言うたら、内心ね。 でそんな気持ちになっちゃうかもしれないですけど、はい。あっ、ちょいってなっちゃうかもしれないですけど、こんな感じなんで、えー、まあ、僕がちょっとね、ドラゴン桜クラ2の庭、えー、を見て思ったのは、こんな感じです。はい、こんな感じなんで、えー、まあちょ、本当にくだらないんですけど、えー、今日はこの辺で、えー、終わりたいなと思ってます。はい。では。